皆さんこんにちは、ゆきです。今回は皆さんからインスタでいただいたご質問にどんどん答えていこうと思います。この間と同様、制限時間20分でどんどんお話をしていきますね。ちなみにインスタグラムのアカウントはこちらになるので、ぜひチェックしてください。概要欄にリンクも貼ったので見ていただけると嬉しいです。ではどんどんいきます。大学で部活ってするべきですかっていうことですね。この間ちょうど動画で医師国家試験の対策法っていう内容をお話ししました。そこでもお話ししたんですけど、大学生のみんなに個人的におすすめしたいのが、勉強だけじゃなくて趣味とか遊びにもちゃんと熱心に取り組むということですね。でその一つとして部活もね、やっておくといいのかなとは思うんですけど、必要とは全然思わないし、すべきかどうかって言われると、やってもいいんじゃないとは思うんですが、自分自身はほぼやってなかったです。なんか一応ピアノの会っていう全学のサークルには所属してて、他の医学部以外の学生ともそこで仲良くなれたりはしてよかったんですけど、自分の場合は趣味でやってたスキューバダイビングがすごい楽しくて、それはあえて大学のサークルじゃなくって、私の地元の世田谷にあるショップに通ってたんですよ。でそこで地元のおじちゃんとかおばちゃんとかお姉さんとか、いろんな職業でいろんなバックグラウンドのというか方とそれで仲良くなって、みんなで海に行ってとかっていうことをしてて、すごい楽しかったので、部活じゃなくてもいいと思うんですけど、趣味とかを新しく見つけて自分のフィールドというか世界を広げていくのがいいのかなと思います。次、お忙しい中でのアイドルや読書、スポーツなど趣味の楽しみ方についてお話聞きたいです。これすごい聞かれるんですけど、確かに仕事にはすごく熱心に取り組んでるんですが、めちゃくちゃ多忙かっていうと別にそんなことはないし、逆に私仕事だけだと気持ち的にダメなんですよね。昔から学校の勉強も頑張るんだけど、ピアノのレッスンにも絶対行きたいとか、医学部生として医学の勉強も頑張るけど、その他の教養の授業も絶対取りたいとか、そういう与えられた業務だけに集中できない面があるんですよね。いいのか悪いのかっていうところなんですけど、なので今もうどんなに仕事が済んでても絶対にそのアイドルを鑑賞する時間とかを取らないと、なんか自分の芯がブレてしまうというか、逆にストレスが溜まってしまうので、その時間を取るために仕事を最短で終わらせてみる。じゃあそうやって仕事を最短で終わらせるために、他の人がしてないどんな工夫をするのかっていう考え方を自然としてるのかなと思います。あとは自分の周りにいる友達とか先輩とかが同じようにお仕事と趣味と家庭とかを両立してる方がすごく多いので、そういった人に影響を受けて、私もいろいろ視野を広げて、仕事だけとか遊びだけとか家庭だけとか、そういうんじゃない生き方をしたいなっていうような刺激をいつもいただいてるのが一つ頑張れる理由かもしれない。次、今までの人生で後悔したことありますか？後悔、ちょっと待ってください、あんまりないかなと思います。その時々ではちっちゃい後悔はいっぱいあるんですけど、あの選択間違ってたなっていう時に、それをちゃんとリカバリーすればいいじゃないですか。人間なので後悔しないことは絶対ないと思うんだけど、早く寄せてもしょうがないので、1時間後もしくはせいぜい翌日とかには、あれミスっちゃったな、じゃあそれをどう埋め合わせるかっていう風に前向きに動ければ別にそんなに大ダメージではないと思います。思い出しました、なんかずっとネチネチ言ってるのは、社会人になってからね、ワインエキスパートという資格試験を受けまして落っこちたんですよ、1年目に。で人生で試験に落ちたのがその時が初めてだったわけですよ。挫折ですよね。でめちゃめちゃ悔しくて、なんで私こんなワイン好きなのに落としたんだよ、泣きました。でその時は自分がちょっと独学で、こんなもんでいけるだろうって思って、ちょっと甘く見てたことを後悔した。だから絶対次は来年は受かるぞって思ってたんだけど、なんとその来年になった年、申し込むのをすっかり忘れて、いつの間にか申し込み期限が切れてたんです。意外と早かったんですよ。10月とかの試験なのに5、6月ぐらいまでに申し込まなくちゃいけなくて、うわ切れてたと思って、その年はパス。でその翌年に頑張って勉強して受かりました。その時はちょっと後悔しました。次です。東大時代の恋愛話聞きたいです。理三の女子は内部で付き合う人がほとんどですか？ほとんどでは全然ないんですけど、自分の周りも医学部同士が多かったです。確かに同じ学校の先輩とか後輩とか同級生と付き合ってる人が多かったし、多分世の他の医学部を見てもきっとそういう女の子が多いと思います。ただ東大はいろんな学部があるので、理三の女の子と他学部の男子とかもあったし、全然違う会社員の人とかと付き合ってる子もいました。理三は100人中女の子が十数人なんですよ。とか言うとみんなにモテるでしょって言われるんですが、全然そんなことなくって、東大の医学部の男子が異常にモテるんですよ。もしかするとこれ見てくれてる方にもね、そういう人とお近づきになりたいわっていう方がいるかもしれないんですけど、
本当に日本中の女性からモテるのですぐ取られてしまいます。かといって東大学部以外の男の人からは東大理さんの女子はやばいやつなんじゃないかと思われますから、なかなかねこう婚活とかそういった点では難しい立場でした。次です。友達から聞かれました。どんな子育てをしたいですか？これはまだ自分の中でも答えが出てないんですけど、あんまり受験をどうさせたいとかそういうのはないんですけど、英語教育はちょっとしっかりやりたいなとは思ってます。確かに、ある程度年齢が大きくなってから留学させるとかで、中1から初めて英語を勉強しましたっていう、私みたいなパターンでもなんとかなるのは分かってるんですけど、でもやっぱりネイティブ並みの発音があって英語を聞く耳を持ってたらすごい有利だなとは感じるんですよね。いろんな面で海外旅行も楽になるし、受験ももちろん楽になる。なので英語教育はちょっと何らかの方法でやりたいなとかはありますね。あとはすごい現実的なことを言うと、仕事をあまり離れたくないし離れられないので、家族だったりとか、プロのベビーシッターさんとかに、極力お願いしまくってストレスにつながる負担を減らしながら子育てをしたいっていうのがすごく現実的なところへの理想ですかね。次です。中学受験における塾のテスト直前の勉強はどのようにされてましたか？中学受験に関しても動画いっぱい上げてるのでぜひご覧ください。正直中学受験はもう親ありきだと思うんですよ。私も親がつきっきりで、じゃあ今から何の勉強をするかとか、どの教材を使うかとか、ほとんど隣で母が決めてくれたものを一緒に勉強するっていう感じだったんですよ。なんで自分でテスト対策として長期目標とか短期目標とかを決めて計画を立ててやるっていうことは小学生のうちはできてなかったんですよね。ただ思い返すと同じ教材をひたすらやってたなって思います。例えばサビックスに通ってた時、今は全然違うかもしれないけど、プリント教材でその時のテキスト的なプリントが配られたりとか、あと復習テストみたいな毎週決まったテストがあったりするんですよ。だからそれを親がファイリングしてくれてて、束ねられたプリントをひたすら何週も解いていく。とにかく繰り返し、中学受験も大学受験も資格試験も結局同じなのかなって、基礎となるこれを覚えろよと言われたものをひたすらやり続けて、誰よりも完璧に寝ぼけてても暗唱できるぐらいまで、暗記っていうところで持ってけば大体ペーパーテストで受かると思うんですよね。正直応用問題とか思考力とか言うんですけど、結局基礎的なところとかノルマ的なものの繰り返しが最終的には大きなパワーを生んだんじゃないかなと思います。次です。息子がもうすぐ受験なのですが、試験当日朝から試験会場まで送り出すまでにどんな言葉がけがいいと思いますか？悩みすぎて困ってます。お母さんかなお父さんかな分かんないですけど、すごくお子さん思いでね、頑張ってらっしゃるんだなっていうのが文字から伝わってきました。これは私も分かんないんですけど、私が中学受験で渋谷幕張を受けた時のことを鮮明に覚えてるんですよ。うち自宅が世田谷だったので、そこから渋谷幕張って結構遠いんですよね。朝早いじゃないですか受験って。なのでその前の日に父親がちっちゃいホテルを予約してくれて、父親が運転する車で2人でそのホテルに前日入りして、そこから会場に行ったんですよ。で、普段勉強を見てくれるのが母だったので、お父さんとゆっくり話すのすごい久しぶりで、全然勉強と関係ない学校でのこととか、今何が流行ってるとか、そういうのを助手席でずっと私は喋ってた記憶がめちゃくちゃあるんですよ。で、朝ね、父親が確かなんですけど、なんかいつも通りだなみたいな感じで、こう軽い感じでおっしゃ行ってらっしゃいみたいなノリで言ってくれたのをなんとなくふわっと覚えてて、そうやって普段私が遊びに行く時とか学校に行く時とかの父親の行ってらっしゃいのノリと変わんなかったんですよ。表情とか別に心配そうな顔もしないし、なんかそれがなんとなく自分の頭の中に残ってて平常心でいられたのかなっていうのは少し思ってます。何が正解かはわからないですけど、子供がすごく心配そうにナーバスになっているようであれば、リラックスとかいつも通りで大丈夫だよとか落ち着いてとか深呼吸とかそういう言葉がいいんだろうし、逆に例えば子供が受験慣れしてきててちょっとたるんでるとかもあんまりないと思うんですけど、だったらこういうとこ気をつけなさいよっていうのでチクチクっと言っとくと、子供って結構素直なのでその言葉を試験中も思い出したりすると思うので、最後に親が絶対気をつけてほしいこととかを言うのもありかもしれない。でも基本的にはリラックスっていう方向で声をかけてあげるのがいいと思いますけどね。あとはピアノの発表会とかはいつも直前に親が深呼吸を絶対しなさいっていうのを言ってきて、舞台袖から歩いてピアノの前に行くその前とピアノの椅子に座ってから手を置く前に深呼吸をするようにしていたので、そういうちょっと上がりやすい方だったら深呼吸してねとか、そういう具体的なことを言ってあげてもいいのかもしれないです。はい、では次です。
肌質改善について教えてくれと。これは本業なので語ると多分何時間も経ってしまうんですけど、よく私が X、 旧 Twitter に上げてる内容として、美容皮膚科とか美容クリニックに縁がなかった方、何から始めたらいいか分かんない、いろんなインフルエンサーがいろんな発信をしてたりとか、いろんなクリニックの先生がいろんなことを宣伝してたりする、情報もたくさんあって何が真実なのか分からんなんてことをたまに言われるんですけど、結論としては IPL、 これがメインでいいと思います。あとは注入系、お注射が怖くなければボトックス、 IPL とボトックスが本当に基本中の基本っていう感じで、これをメインの治療に据えていただいて、あとは例えばじゃあちょっとたるみが気になったって言ったらハイフだし、ほうれい線が気になるって言ったらヒアルロン酸をやるとか、なんかそういう風にちょっとカスタマイズしていくっていうのがいいと思うんですよね。この仕事してるといろんな業者さんがね、営業がてら、うちの会社でこういった機械が入りましたとか、こんなレーザーどうですかとか、ちょっと試してみませんかとか、いろいろあるわけですよ。学会とかに行っていろいろ情報収集をしたり、でもう自分の顔とか体を使っていろんな機器とかお注射とか試してきましたけど、やっぱり一番いいなっていうもので続けてて、今後も続けていきたいなって思うのはその2つかな。細かいことはね、私の Twitter とか見ていただくと、実際に受けた施術でずっと続けてるものはこれだよとか、これはいまいちだったとか、一般にはこれがおすすめだけど、こういう人はこっちとか、なんかそういう細かいところ結構 Twitter で本音で発信をしてるので、ご覧いただけたら嬉しいです。次です。ベーシックの長所と短所を教えてくれ。そう、うち青空クリニック眼科形成外科っていうね、板橋のクリニックを経営してるんですけど、そう、夫が眼科の専門医で、私が形成外科の医師なんですね。で、一緒に働くようになって自分も眼科の知識がうわーっと増えたんですよ。面白い科ですよね。ベーシックっていうのは、一昔前にすごく世間的に流行ったというか、認知を得た近視の治療ですよね。ただ正直最近はレーシックってあまりメジャーではなくて、 ICL っていう眼内コンタクトの治療の方が定番になりつつあるかなと思います。レーシックっていうのは目の表面を削って近視の方を治すようなお治療なんですけど、それに対して今主流の ICL っていうのは目の中にコンタクトを埋め込んでしまう。なので ICL の方が何かを削ったり壊したりしないので、お体への負担が少なかったり、あと目の表面の角膜の状態に関係なく入れられたりっていうところで、メリットが大きいかなっていう印象がありますね。私も去年の9月だったかな、ですごいビクビクしながら夫にICL の手術をしてもらったんですよ。起きたままの手術で目開けてなきゃいけないじゃないですか。怖って感じだったんですけど、なんだこんなもんなのっていうぐらいあっけなく終わっちゃって、早くやればよかったなと思いました。で、20代から40代ぐらいが適用で、意外と若い方しかできないんですよ。っていうのが、もうちょっと年齢が重なるとどうしても老眼が進んでしまったりするとまた状況が変わるので、結構若い方が適用なんですよね。私もこの仕事しなかったら ICL がどんなものかも知らず、なんとなく怖いからやめとこうのまま終わってたかもしれないんですけど、実際手術受けるとコンタクトに伴う乾燥がなくなったりとか、ドライアイ、疲れ目みたいのもすごい軽減したし、旅行が楽ですね。やばコンタクト忘れちゃったとか、朝ちょっとどっか行かなきゃいけない時とかに、コンタクトつけるかメガネのまま出るか迷うなみたいな、ちょっとありません？なんかそれもなくなったし、疲れ果てたりして寝落ちしました。コンタクトつけたまま寝ちゃったよ、目カピカピみたいな、そういうのももう絶対なくなったので、すごく快適。実際私が ICL の手術を受けて、どうだったかっていうレポみたいなものはクリニックのブログとか Twitter とかに載せてるので、ぜひご覧ください。なんていういろんな話をしてたら20分過ぎちゃったので、今日の質問コーナーはここまでです。また質問たくさん募集させていただくので、いっぱいどんなことでも大丈夫なので皆さん書いてください。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。